はい、どうも、だらゆです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアムのこの3通貨ね、やっていきます。昨日、おとといね、結構下落してたんですけども、今日はどちらかというと少し反発気味で、リップルが 4% ぐらいですね、結構上がってきているという感じです。ビットコイン、イーサリアムに関しては、1.2%、1.7% とかね、それぐらいの反発になっております。今後のですね、この下落によっての効果と今後の値動きについての記事とで、これがですね、まあもう1段階もう2段階ね落ちてくる可能性というところを考えながらですね、相場分析やってきたと思います。まずは今後の予定でですね、重要イベントっていうのが、もう次がですね、5月の4日になります。5月の4日に FOMC の発表が夜中の3時にあって、次が 5月の10日の9時半ですね、に米消費者物価指数の CPI の発表になりますので、まあ、イベントまではですね、ちょっと一時ね間が空くということですね。はい。で、一つ目の記事。はい。ビットコイン、2万7000ドルのサポートラインを維持、調整後の値動きに注目っていう記事です。ビットコインは現在2万7000ドルをわずかに上回って推移している。はい。これですね。で、サポートされているのが、まあ、大体この辺ですね。今この辺でちょっと底打ちしたような動きで、横し始めてるよというね、話です。そして、海外の人気トレーダーのクレディブルクリプト氏によれば、長期的な上昇トレンドが維持される可能性は十分にある。同氏はツイッターで1万9000ドルから3万ドルですね、以上までの1万ドル以上の垂直上昇の後に、2000ドル下落しただけなので、弱気転換と見るのは間違った見方だと主張した。仮に2万5000ドルまで下落しても健全な調整だとする声があるという話です。はい。ここにも書いてますけども、まあ、今週の1週間で見たら 10% 下落したんですけども、4月全体で見たら 4% の下落なので、まあ、さほど気にするほどのね、下落ではないよという話になっております。で、まあ、これが、まあ、こういう感じの動きになるんじゃなかろうかというね、予想になっていますけども、まあ、そのサポートされるラインとしてはですね、ここの中の三尊っぽい動きのこの場所ですね、の2回頭をね、打った場所。ここっていうところがサポートに転じるんじゃなかろうかという話です。はい、じゃあ続きまして、弱気相場から反転なるかという記事ですね。まあ先ほど、ね、似たような記事になっておりますけども、まずイーサ価格分析、強気派は4月19日と20日にイーサ価格を20日間に EMA1942ドル以上に維持しようとしたが、弱気派には別の計画があったようだ。弱気派は売り圧力を維持し、4月21日にイーサリアムを20日間の EMA 以下に引き下げたということですね。はい。まあ、上値も重くなっているよっていうことですね。で、まあ、このね、まあ、なんていうかな、この直近で見たらね、こういうこう、ほら、移動平均線があるんですけど、この移動平均線を下回っているんですが、この上昇トレンドですね、こういう上昇トレンドを引いてもらったら分かるんですけども、まあ、そこで考えたら、まあ、さほど、うん、まだ落ちてきてないよなという見方にもなるかなというふうに思っております。はい、ということで、そういうのを踏まえた上でね、やっていくんですが、もう一個ね、ちょっとさらっと見、このね、ビットコインなど仮想通貨大幅下落で、ロスカットは今年最大規模にっていう風になったわけですね。10% 下落で、ま、10% 下落ですよ。まあ、ここはね、予想するべきところなんですけど、まあ、予想できなかった人が多かったっていうことですね。はい。ということで、
ビットコインのね、日足から見ていきたいと思います。はい。で、今まさにですね、落ちてきている場所っていうのが、ここですね。364万円のこのラインなんですね。で、ここはまあ見てもわかる通り、まあ、ここサポートされてますし、ここもレジサポ転換を来てたりしている場所です。こういうこうピーって伸ばしてもらえれば、ここのね、ダブルトップのここネックラインの場所だったりするわけですよ。で、一応ここでサポートされて少し上がってきている状況で、今陰線ではあるんですが、今もここね、下髭つけてきてますので、直近で見るべきところというのは、やはりこのね、上昇トレンドの裏タッチですね。ここの裏タッチできるかっていうところを見とけばいいと思います。ここ抜けてきたらですね、結構大きめの反発が戻ってくるというふうに思っていいと思います。抜けきれなかったらですね、ここよ、すいません。横横していくね、可能性が高いと。そうなった場合に一つ目のサポートラインとしては、この364万円のこのサポートラインですね。この辺を維持していくというふうに直近では見られております。僕はですね、まあ、いずれにしても長期で買いたい方はですね、こういうね、サポートラインが下に行けば行くほどね、定期的にありますので、まあ、まずは364万、次が350万円、そして340万、そして325万ということで、まあ、大体20万円幅ぐらいですかね。大体ですけど、ぐらいで、まあ、サポートラインが結構あるというふうに思っておいていいと思います。短期的にはこの下降ラインがあるんですが、ここはあんまりね、もうね、意識されないんじゃないかなと思います。ここだけでね、聞いてた部分ですので。はい。まあ、この辺でね、一回止まってるように見えたら、あ、意外とここ効いてるんだっていうところで判断するのも、まあ、ありなんですけど、そこはね、チャートをね、こう、まあ、しょっちゅう見れる人ですね、はそういう考え方で、見とくのはありだと思います。はい。で、まあ、この下の方のこの上昇トレンドですね。まあ、ここっていうのは、まだ全然ね、ここまで落ちきれてないんですが、まあ、この短期的にね、この急角度で伸びてたこのこっちの方の上昇トレンドは、一旦下回ってきているという形ですね。はい。で、まあ、僕のね、今後の予想としてはですね、やはりね、もう一段階、もう二段階は予想しといていいと思います。まあ、それはなぜかというと、やっぱり RSI での調整ですね、してくる可能性があるっていうのが一つと、やはり、これね、長期で見てきたときに、まあ、全然ね、まだサポート、まあ、ちょっと見えにくいのでこうしますけど、はい。まあ、今年が始まって、ここでね、今年始まってずっと上げてきてるわけですよね、こういうふうに。で、まあ、この調整してますよね、ここでも1回、2回、3回、4回というふうに、こうやってね、訪れてるわけですけども、やっぱりですね、まあ、この調整してからの上げるこの幅ですね、っていうのは、まあ、ちょっとずつね、少なくなってきてるの分かりますかね。わかると思うんですよ。ってなってくると、どっかでちょっと大きめのね、調整っていうのは、やっぱり、懸念材料としては持っといた方がいいですし、さらに言うと、ダイバージェンスですね。こっちはね、RSI 的に落ちてるのに、対して、こっちはね、上がっちゃってるわけですね、こうやってね。っていうのがあるので、まあ、どっかで結構大きめの調整が来る可能性っていうのは見といた方がいいと思います。まあ、ただし、やはり今年で見たらどちらかというと、やっぱり上げてきたよねという形にはなると思いますので、まあ逆を言えば買い場がね結構あると思っておいてください。短期でショートやってる人とか、ロングやってる人はですね、結構その辺は集中して見とかないと、まあ、ロスカットする可能性もありますよというふうに思っておいた方がいいと思います。結構レバレッジ効かせておくと危ないよということですね。はい。まあだから、まあ下落は来るよと。ある程度の下落は今後も、まあ大きめのは考えておいた方がいい。でも、全体的にね、1年を通すと上げてくる。じゃあそこでの立ち回りをどうするか。まあここをね、考えていくのが重要だと。いうことですので、まあ、参考にしていただけたらというふうに思います。
はい、じゃあ続きましてリップルですね。リップルがね結構反発してきていると。まあもともと今回の下落は、まあ、完全にこのダブルトップですね。ダブルトップでここのネックライン割ってからのストーンと落ちたような形です。下げ止まった場所っていうのが59円、まあ、約60円ぐらいのラインで下げ止まり、まあ、結構大きめに反発したよと昨日ね。で今日は値動きあんまりないんですが、まあ、一旦ね陰線つけたんですが、今はね下ヒゲつけてどちらかというとグググッと上がってきてるので、これが陽線に変わってまた上を目指すような展開をくれば、まあ、大きなね反発につながると。ただしこの 64.8 円付近が、レジスタンスになる可能性がありますし、まあ、ネックラインにもなっていた場所ですので、まあ、ある程度効いてはいるのかなという感じがしますので、ここを上抜けきれなかったらですね、まあ、ちょっとね長い時間かけてこう横相場ですね、っていうところが発生してくる可能性はあるかなというふうに思います。はい、でもう一段階下がってくるというふうになると56円、そしてこの下降ラインの下限タッチ50円、それぐらいですね。まあ、今からで言うと、まあ、13円幅ぐらいの下落っていうのは、まあ、一応考えておいていいのかなというふうに思います。はい、RSI もね日足レベルで言うともうちょっと下がっていけますよ。はい、っていうのを考えたら、まあ、そこまでのね一回ねつけて下落をつけてから、また上を目指すっていうのも、まあ、全然ありえますので、まあ、その辺はしっかりですね、まあ、軽視することなく、でも、結構リスクかけるところはかけていける場面っていうところをですね肝に銘じてやっていけばいいと思います。で、ロックスカットやっぱりね僕はレバレッジをかけ結構大きくかけるのは、まあ、僕はねおすすめしないし、そしてレバレッジをするべきではない、今は現物だよっていう場面ってね多いと思うんですね。だからその辺はしっかりですね考えた上でやらないとロスカットっていうのは、まあ、そのゼロになるんですね。はい、レバレッジをかけたらそれだけですねその逆に動いた時の幅がですね、少なくなってくるんですね、そのロスカットの幅ですね。まあ1000円で、2倍だったら1000円の価格帯で買った時に、2倍ぐらいだったら例えば500円ぐらいまで落ちてもね、価格がまだロスカットされないんだけども、まあ、例えばそれが200倍とかになった場合に、1000円で価格買ってもですね、800円ぐらいまで落ちたらもうロスカットですよみたいな、そのね上下の幅っていうのがものすごく小さくなるので、レバレッジは、まあ、僕は基本はですね3倍から4倍どんなに多くても5倍ですね、ぐらいでやっています。はい、で僕はね5倍でやれる理由っていうのは、やはりチャートをですね結構ね頻繁に見れる環境にいるんですね、ってなるとまあやりやすいし、まあそれができるんですけども、まあ例えば仕事をしながら投資をしているよとかですね、家事育児やりながらだからあんまりチャートに貼り付けないよっていう方はですね、やっぱりまあどんなに多くても3倍ぐらいですよね。はい、で考えておいた方がいいと思います。で今は短期でやるよりもやはり2024年25年に向けての、まあ、種まきですね、種まき投資やった方がいいと思います。はい、はい、じゃあ続きましてちょっと話長くなりましたけども、イーサリアムですね。はい、はい、イーサリアムはこの上昇トレンドがありまして、ここ一旦下抜けて、そしてあらなんか動いたね、はい、一旦ここね下抜けて、で少し上抜けたようにも見えたんですけども、またね落ちて、でここで今ね上値をここで上値を重くしているような形に見えますよね。はい、でまあここも一緒ですねまあ今後これが、まあ、反発としてねまたここ上抜けることができるのか、それとも無理で、一旦横横がこうやってね下もねこう一応ここの24万6000円ぐらいのねサポートラインがありますので、まあ、ここと上値でこうやってね横横を始めるのかっていうところを見とけばいいと思います。でここを割ってくるとなると次がですね23万3000円、そして、21万8000円、そして上昇トレンドの下限、まあ今だと20万7000円、そして、ちょうど20万
2000円ぐらいですね、のサポートというのがあります。はい、まあ、長期の方はですね、落ちていってこのサポートラインで分散してね、投資をしていくっていうのも全然ありかなと思います。落ちたら買っていく、落ちたら買っていく、でいずれどっかで反発するところを狙っていくというねまあこの手法をする。短期は今するべきではないですね。で中期ぐらいでね考えてるっていう方はですね、もうちょっとねここねしっかり上げてこうサポートに変わるところか、一旦ねここ横横が始まったらここの、24万5000円の下限ですね、下限ぐらいを狙って買っていくとかね、そういったことをやった方がいいと思います。はい、まあそんな感じですかね。うんまあ何はともあれ、まあこんだけね一旦上げてきてますので、まあ、この週足で見てもらえば分かりやすいですよね。はい、まあ、こんだけね上がってきたわけですよだらならそれなりのね下落絶対あるんですね。うん、何もそこ何もなくずっと上がり続けるチャートっていうのはないですし、まあ、それなりの下落はないとおかしいですので、で僕の予想としてはですね、6月ぐらいにかけてもう1段階ぐらいですね大きく上げてくるんじゃないかなというふうに思ってます。でそこからはまあ徐々にこう落ちてきながら今年を終えるのか、もう2段階目のね、上昇があるのかで分かれるんですが、まあ少なくても6月ぐらいまでに向けての反発というのはあるかなと思います、どっかでまあそれはね、この間の動画でも言った通り、まあ前回、前々回のね、バブル後の、動き、値動きっていうところを見てもらうと、なんか似たような動きになっていたので、まあ今回も同じようになる可能性っていうのも一つね、材料としては持っといた方がいいということです。はい、ということで、今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。僕が持っている、取引所、僕が使っている取引所はビットバンクですので、同じのを使いたい方はですね、概要欄に載せておきます。はい。じゃあ、明日の値動きルーレットやって終わりたいと思います。ドン。おお、爆上げらしいですね。はい。まあ調整済んだということで、調整からのねまたもう1段階目もう2段階目指しての爆上げが来るんじゃなかろうかと、いうことかもしれませんね。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。おつう爆上げでも利確的ず暴落しても損切らない、気づいた時にはもう乗り遅れてる、無駄に取引して数量だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。